まあ、現状はもうまあ3店舗なんですけど、もともとは閖上で1店舗でやってたお店たちに向け、お食事は絶対の自信を持って美味しいのをやってますので、あとはそうですね、西海市場自体がいろんなイベントやってますし、まあ、に来たついでに、まあ、料亭浜屋食べていただければ本当いいかなと思いますね。やっぱりあの観光バスでお昼をここで食べていただければいいんですけど、まあ、そういった予約とかもまだまだ少ない状態で、まあ、逆にあの観光バスの人を来ていただいて、あ、浜屋さんここでも食事できたんだって人が多かったので、まあ、まだまだ認知度が足りないのかなと。やっぱり一番は地元の方に食べていただきたいというのがすごくありますので、はい、まあ、もちろんあの観光バスも大歓迎ですけども、まず、そうですね、まずはこの周り地元の方にという形で一応あの告知とか CM はしてたんですが、ですと、まあ、あの穴子天丼と来週から、まあ、明日からですか、うなぎのひつまぶしですね。うなぎつまぶし、はい、そうですね、やっぱりあの頑張ってくださいっていうすごく言われることが多いですね。あと美味しいと、そう言っていただけるのがやっぱり一番嬉しいですね。そうですね、やっぱりうちとしては本当美味しいものをとにかく届ける、新鮮なものをというのでやってますので、間違いないものを出し続けていきたいと思います。昔も今も変わらず、はい、一応西海市場にも、料亭浜屋あります。本当にゆったりと静かにあのお酒も夜飲める場所ですし、まあ、あのランチメニューとかも850円からありますので、美味しい あの手軽に食べられますので、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。はい、こんなんでいいんでしょうか。ハハハハ。